午前10時半過ぎ、札幌市厚別区厚別東5条7丁目付近の十字路交差点で、警察車両と JR 北海道バスの路線バスが出会い頭に衝突しました。この事故でバスの運転手1人と乗客2人、警察車両に乗っていた2人の合わせて5人が搬送されましたが、命に別状はないということです。警察によりますと、現場の交差点には信号機はなく、双方に一時停止の標識はなかったということで、詳しい事故原因を調べています。また午前8時前には、札幌市豊平区月寒東1条15丁目で乗用車4台が絡む衝突事故がありました。この事故で最初に衝突事故を起こした乗用車を運転していた62歳の男性が死亡しましたが、死因は病死と判明しました。警察は渋滞で止まっていた3台に後続の乗用車が追突し、玉突きになったとみています。また午前10時前、白石区米里3条2丁目付近で走行中のトラックが電柱に衝突し、運転していた40代の男性が死亡しました。警察は運転席に大きな被害がないことから、病死の可能性もあるとみて調べています。